懐かないのは犬ってものすごく本当はねフレンドリーな生き物なんですよ。だから基本的に懐かない、これはいろいろシャイな子もいればオープンな子もいるんだけど、統一して全体的にそれを言えることがまず懐かない、これはイコールですね、怖いんです、全部が怖いんです、その人が怖い、犬たちが警戒するね、懐かないというのは警戒してるわけなんだけど、じゃあ怖くないようにするにはどうするかっていう